はよ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 。この前3人の写真をサムネイルにしたらすげえコメント多くなった。勝手に使ったよな。やっぱ求められてるんだよな、みんなに。なんか食堂で3人でちょっとなんか最近ご飯の時間かぶるんですよ、かぶせてくるんですよ、なんかさんが。でご飯食べてる時になんか取ってきてほしいものがなんかあったんだけど、あれであったんだけど、サンさんがなんかそのデザートかなんか取りに行くから立ってなんかで、なんか取ってこようかみたいな言ったら、なこさんサンさんの顔も見ずに、うん大丈夫で慣れて、でサンさんも、うん分かったとか言って、熟年夫婦みたいな、そう熟年夫婦みたいな顔してるんですよ。で私はそれを見ながら、やっぱこの二人なんか本当に仲良しだからこれできるんだろうなと思って感心しながら食べてた。やばかったよね、すごかった。顔も見ないんだよ、顔も見ない。ああ大丈夫だよ。これすらもやってなかった。ああ大丈夫だよ、これすらもなかった。もう永遠にご飯。で試合していく中でこうやってったらうまくいくっていうところを手応え持ててると思うんだよね。だけどやっぱちょっと忘れちゃう時あるよね。で昨日タクは練習声かけ合ってっていうことを言ってくれてたんだけど、まあ、人間の記憶力あるって思ってる人結構まあと思うんだけど、実際20分後には 42% 忘れちゃうんだって。こうやって戦っていこうってビジョンあるじゃん。だけど忘れちゃうって、まあ、そんなもんだって思って声かけ合っていこうね。だから声かけ合っていく上で思い出す仕組みがあれば戦力発揮し続けられるよねっていうことを大事にしていきたいな。今日練習の中でもいろんな駆け引きとかすると思うんだけど、声かけ合って確認し合っていくし、試合の中でもそういうことが実践できるように意識してやっていきましょう。OK、はい、じゃあ、いただきます。はい。何を意識して撮ってるの？野菜をしっかり食べることと、あとはタンパク質をちゃんと取ること。ドレッシングもオリーブオイルと塩にして、ドレッシングはあんまりつけないようにしてます。好きな食べ物は？いちご。フルーツね。フルーツが好き。いちごないよね。いちごない。今の時期でもいちごが美味しいから、うん、食べに行きたいです。柔らかくて、卵の味がしっかりしてます。美味しいです。素晴らしい。なんかトッピングは入ってますか？これ何？海苔？海苔か。海苔と卵みたいです。うの説明しないの？うって何？うなぎ。あ、うなぎ？うなぎが入ってるの？食レポやばい。うまきってうなぎの卵焼きの？初めて知った。ここに本気の食レポを見せてもらいましょう。ほら、行く？ちゃんと1個取っといたんで。まず大事なのは、食レポ大事なのは、まず箸上げなんです。箸上げ。まずこっち絵を見せて、ここからちょっと匂いを嗅ぐ。ちょっとそのままいい出汁の香りと海苔の香りがすごい。それじゃあ、いただきます。うん、まずしっかり卵に出汁が入ってて、出汁巻きがすごく美味しくて、そこにうなぎの香ばしさとタレの甘さが加わって絶妙にマッチしてます。おー、
ちゃくちゃ美味しいです。素晴らしい。そろそろサンサン特集もやっていこうと思ってるんだけど、後輩から見てどう？サンサンですか？ああ目がやばい。ああそうですね、圧力は気にしなくていい。ああ気にしなくていいですか？ああ皆さんが思ってる以上に面白い人だと思います。皆さんが思ってる以上に面白いとか楽しいとかそれぐらいしかない。それ以外のこと、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 はい、さらに後輩の、ゼロと100がはっきりしてる。ゼロと100がはっきりしてる。オンとオフがめっちゃはっきりしてる。うん、そうなんですね。じゃあコートで見えないサンさんの魅力。魅力。私たちだけが知っている同じチームメイトの魅力ね。ないわけじゃないですよ。全然出てこないじゃん。事前に準備しないもん。今日の休憩でしっかり考えて。お昼の間に。お昼の間にちょっと魅力。魅力か。確かに。じゃあ夕飯の時にまた聞くわ。考えとかない。考えついて。事前にリストアップしよう。朝にも。あ、そうか、明日いないこれ学校のさ、授業の席だったらマジおもろくね。やばい、あれやりたいな。担任嫌やな。嫌な、担任、担任、恩塚さん。先頭誰く先頭学級委員長。え一番前の席ってことリツさんでしょ。学級委員長。あ、学級委員長誰だろうね。誰やると思う。いやモニカは絶対無理。モニ無理。モニカはなんだろうな。レクリエーション。なこさんは腹筋。腹筋じゃない？めちゃくちゃ注意するからね。例えばうるさい。授業の仕事？うん、授業、そうだよ、それ仕事じゃない。でも学級委員何も言わないから。マジで。好き放題、好き放題。こっちの方が。学級委員だったら一番言わなきゃいけないじゃん。スレッドの履き方。最悪だから。これは足が短いだけだから。なんかごめん、言わせて。いや、ケケも学級委員だな。いや、生徒会長じゃね。あ、そう。ステイは…ステイ図書院。確かに。確かに。確かに。じゃあリムは？リムは？リムウェイト部。リムさんなんだよね。給食当番。ユラは何でよ。私何？めっちゃしらけるよ。みんなガチで考えすぎやろ。しんどい。何全然出てこないじゃん。俺係があるの。俺係ないね。まだのなんか本当やかましい。じゃあサンさん逆に何？ナコさんこういう時だから決めていい？決めたいでしょ。飼育員。飼育員。絶対。死んじゃうって。教室に教室にいる書いてある。あ、教室にびっくりした。飼育員で教室のみんなを飼育してほしい。さんのいいとこ思いついた。あ、ほんで驚きで口から出そうな。宿題のやつ。さんさんの。タさんの、あの、面白いところは。面白いところ。面白いところ、いいところ。ああいや本当に誰に対しても同じだから、うん、逆に一貫性のある人だから、うん、本当になんだ誰からも信頼を得てる本当になんかね本当にばっかりと常に信頼できる
したらと思います。コート上でもコート外でも、いろんな人のことをちゃんと見てる、いろんな人のことをちゃんと見てる、うん、さっきそれマリエさんも言ってた、うん、え？カブさんのいいところはいろんな人のことをよく見てるって、ちゃんとみんなのことをしっかり見て、で声かけてくる、自分も助けられたことなんかあって、1年目とかも三三逆転で時とかすごい救われました。いろんな経験をしてきたから、こういうなんかいろんな人にこう話しかけることもできるし、気づくこともできるから、なんかすごい人だなって思ってます。熱いものを秘めてるなっていう感じはあった。同い年なんですけど、まあ、1年目だからまだ何もわからない時に一緒にやって熱かった。そう熱い熱い。たとえプレゼンが少なくてもしっかり 着々と準備して、で短い時間帯の中でしっかり結果を残すっていったところが、代表に初めて入って一緒にプレーして、そういったところは本当にすごいなって尊敬してます。プレイヤーとしても人としても。すごい今みんなにいいことを聞いてたんだけど、はい、みんなが共通して言ってるのは、うん、人をよく見てると。ありがとうございます。なんかそれは意識的にやってるの？いや、意識じゃなくて、意識ではないけど、なんかそういうもう性格っていう、なんか、まあ、キャプテンやってること、うん、どの年代も全部キャプテンやってきて、その小学校、中学校とか、だからそういうふうに周りの人を見る癖っていうかがついてるのかもしれない。自分の役割を常に全うしてるっていうことを結構言ってる人も多かったかな。そこはちゃんとみんなに見られてるみたい。まあ本当いつ出てもこう短い時間の中、特に代表とかはそんなにプレータイムが自分はもらえるわけではないから、その短い時間の中でどれだけのパフォーマンスができるかっていうのはいつも考えてベンチにいるのは考えてる。サンはどんな思いでバスケットやってんですか？どんな思い、うん、オリンピック終わった後にニュースとかで子供たちがバスケットボール選手になってオリンピック出て金メダル取りたいとか言ってくれてるの見てすごい嬉しかったです。なんか今まではそうなかなかオリンピックで金メダルとか言えなかったところもあったけど、そうやってちっちゃい子たちもそうやって思えるような、うん、思えるようになったのはすごい嬉しいなって思う。やっぱりプレーしてても子供たちに夢を与えられるようになれればいい。もちろんファンの人たちもそうだけど、子供たちになんかこういう風になりたいと思ってもらえるようなプレーができたらいいなと思ってます。素晴らしいです。 ありがとうございます。いつもふざけてるとこしか出てないから。そうだ、いやでも真面目なところも。お疲れ様でした。お疲れ様です。